はい、速稼塾の久保です。今日もね、お金の勉強の続きをやっていこうと思います。パート2ですね。前回吉谷さんがですね、信用と信頼は、まあ、税金がかからないってことを言われてました。まあ信用と信頼があればね、いつでも50万とか100万稼げるんで、ていうか稼いだ瞬間税金かかりますね。なるほど。で、私はね、まあこれ実はもう私はね、もう非課税で金利もつかない、まあ、私なりのね、究極の方法をちょっと今日お話しようかと思います。前回の億万長者合宿の動画で吉田さんはね、究極のもう本当にこう お金についてのことが、まあ、行き着いたというふうに言われてました。それがだから信用と信頼だということだったんですけど、それもね、私十分納得できるんですけど、もうちょっと具体化すると、私はね、バーターっていうのをたまにやるんですよ。バーターってわかりますかね。こっちのこっちとなんか同じような価値を交換するってことなんですよ。ちょっと具体的に申し上げましょう。私はですね、サイトを作ることができるんですよ。まあ、ホームページですよね。で、そのホームページを作って納品するときっていうのは、いくばくかの料金をいただきます。まあ5万円とか20万とか30万とかね、でつくんですよ。で、まあ、私はサイトを作る作業をするだけなんで、作業がお金に変わって、お金を受け取って、そのお金が税金ですとか他のこうなんですかね、経費に分散していくって形で、私の手元に残る金額っていうのは、そのまあ例えば20万円で売ったサイトの20万まるまるではないんですよね。そう考えていくと、私はね、バーターっていうのを使うことがあります。それはですね、まあ、ホームページを作ってあげるんですけども、でその代金をまたね、別のサービスでいただくっていうのがこうバーターですね、交換。例えば私は駐車場があるんですけど、駐車場のちょっとコンクリのね、作業を、まあ、その人にお願いしたんですよ。で、そうすると、そのまあ地方のちっちゃいね、工務店さんなんですけども、工務店さんはまあそういう作業をするんだけども、規模がちっちゃすぎてホームページを持ってなかったんで、私がホームページを作ってプレゼントしたんですよね。まあ、そしたらホームページの営業が何回か来たことがあって、だいたい料金が25万から45万っていう風なセールすぎたんで、ああ、こんな久保さんのサイトを作ってもらって本当に助かりますみたいな感じでね、これこんなね、高価なもの作ってもらっていいんですか、大丈夫ですよ、駐車場ちょっとささっとやってくださいよって言ったら、ああ、寂しまいですよって言うからね、その駐車場の、まあ、整備をしてくれたんですけども、駐車場の整備っていうか、コンクリートはつったりとか、ちょっとね、切り込み入れたりとかっていうのは、まあ、大体料金にして10万円前後をいただくそうなんですよ。まあ、部材代もかかりませんしね、何か特別な器具が必要っていうわけでもないんで、まあ、手持ちの道具でカカカッとやってくれるんですけども、だいたい通常発注すると10万から15万って言ってましたね。それを私がホームページをプレゼントすることによって、その作業をプレゼントしてくれたんですよね。お二人の方が来て作業してくれました。ってことで、サービスとサービスを交換することによって、現金の行き来が全くないんですけども、お互いのメリットが得れて、お互いのサービスが提供し合えて、そして誰からも税金を要求されることもなければ、金利を要求されることもなければ、収入印紙もいらないと、ペーパー1枚いらないというね。いや、私はこういうふうにね、物々交換みたいな感じで、サービスサービス交換ですよね、物々交換じゃなくて。物々交換も細かく言えば、これはね、商取引になるんで、いくばくかの金銭に相当する額を納付するっていうのがね、確かあったと思うんですよ。まあ、ですんでね、私はサービス対サービスを交換するということをやりまして、たまにですね、まあ、今みたいなことをやることがあります。まあ、なかなかね、面白いなと思うんですよ。あとは情報ですよね。情報をいただくときに情報料を払うんではなくて、こちらも、まあ、マル秘の情報をプレゼントするって感じで、情報と情報を交換することによって、通常はお互いはその情報に対して、まあ、20万とか30万っていう金額をかけてるんだけども、同等の情報をバーター交換することによって、両方ともお金がね、発生しない。でもそれ相当の、例えば20万円相当の情報がゲットできる、20万円相当の何々がゲットできるみたいな形にはしております。これがだからね、お金の事業のパート2なんですよ。お金を使わずに商取引をするという形でございますね。はい、で、主婦の方がね、見てくださって勉強になるなっていうふうに言ってくださるのは嬉しいですよね。私もね、吉谷さんが多分その死ぬまで YouTube をやる、とにかく続ける、まあ多分続くでしょう。で、私も同じです。多分ね、その YouTube をしていて、動画のやり取りをしていて、私は吉谷さん以上にこのリレーをやってる人はいないと思うんですよ。リレーをやってる人はいるにしても、まあ1000はやらないですね。で、私は吉谷さんはね、もう他の動画も合わせると2000以上のことやってると思うんですけども、こんなんじゃなくて1万とか10万みたいなことをやろうとしてるわけですから、まあ誰も追いつけないなというところでございます。まあ果たして追いつく必要があるのかって言ったら別にないと思いますけども、こういうふうなね、誰も向かわない方向に向かうことによって、無我の境地を作っていくというね、もう気持ち悪い変態ですね、私たちはね。まあでもね、少しでも参考になることが
あればありがたいと思います。はっきり言ってこのやり取りっていうのは金銭的に換算するとかなり高いものになると思います。うん、本当にねこのやり取りがこれから続いて例えば3000話を例えば35万で販売してもそんなにね高くはないと思うんですよ。いわゆるネットビジネス塾の全てがこの中に入ってますから。でしかもまだまだ増えてますからね。確かに商品を販売するビジネスをしている人プロジェクトローンチとかねそういうのは4話か5話で終わるんですよ。で入金したらもう一切動画流れてこないというかねドローンって感じで消えていきますんでね。そういった、まあ、詐欺みたいなインチキみたいな製品にはいくらでもお金払うのにまあね私は吉谷さんの塾ってのはそれに比べるとあんまり売れないですね。まあいいんですけどね、うん、そんなにね食っていけるぐらいあればダマくらかして1000万2000万作ってねポンと消えるわけではないですから。私は吉谷さんはずっとこの業界に君臨して細々と末永く稼がしていただくって形になりますかね。はい、まあでも本当楽しいのが一番だと思いますけども、このやり取りとか YouTube って楽しいんですよね。もうこれお金にならなくてもやってると思うんですよ私は。というか実際私はねどんだけ動画作ってもセールスが入ることはめったにないんですけども、まあでもねセールスがないけどもバイイングが起きるというね売り上げは上がるというね、まあ、不思議な現象になっております。まあでもまあね、ネットでビジネスしようと思っている皆さんはきちんと目の前の人に3万です、5万です、10万ですというふうな形でね、目の前の人からお金をもらうようなトレーニングをしていってほしいなと思います。それではお金の勉強パート2でした。お金を使わずに、まあサービスで交換するって形です。このサービスで交換するバーター取引っていうのは、大前提として自分が無限の財産を持ってないといけないってことになります。いろんなサービスを提供できる人間でなくてはいけないってことになります。うん、ですね。ですんでね。うん、まあひどい言い方になりますけども誰の役にも立てない人はお金を払うしかないってことなんですよ。お金で人を使ってください。でもお金じゃなくても誰かのためになる誰かのためになるようなことができる人は必ずですね自分がしてほしいことを誰かからしてもらえるというバーター取引が成り立つと私は思ってます。それがお金の授業パート2の内容でした。